流れるプールでプカプカするの癒される。本当だね。あゆむちゃんたちが持ってきてくれた大きな浮き輪のおかげだよ。デザインも可愛いよね。大きいから3人でも乗れちゃうし。よかった。あ、みんな見て、いつの間にか空が。わあ、綺麗な夕焼け。水面も夕日色に染まって綺麗ですね。波に揺られながら夕日を眺めるだなんて、なんだかロマンチック。うん、でもこの夕日が沈んだら楽しい一日が本当に終わっちゃうんだって、少し寂しいような気もしちゃう。また今度みんなで来ましょう。小鳥、ほのかやちかたちも今日来られなかったことを残念がっていましたし。みんなで水鉄砲合戦、楽しそう。いいね。じゃあ次は6人で共同戦線張ろうよ。それで他のみんなを水鉄砲で狙っちゃおう。楽しそうです。では次来る時までに水鉄砲の練習をしておきますね。じゃあそろそろ次のプール行く？ええ、まだ行っていないプールがあと一つありますからね。じゃあ次のプールに行く前にみんなで写真撮らない？私、防水カバンに入れたスマホずっと持ってたのに、写真撮るの忘れてたんだ。確かに遊ぶのに夢中で今日は写真を全然撮っていませんでしたね。ではみんなで撮りましょうか。じゃあみんなもっと寄って。小鳥ちゃんも。しー、あ、浮き輪、泳ぐ、りなちゃん気持ちよさそうに眠ってる。たくさん遊んだから疲れちゃったんだね。少しだけ寝かせてあげようよ。どんな夢見てるのかな。まさか浮き輪の上で寝てしまうとは。ごめんなさい。気にしないで。りなちゃんの寝顔が見れて小鳥たちも幸せだったから。そうだよ、りなちゃん。さ、体力も回復したところで最後のプールに行こっか。